かかみが原運動場かかみが原運動場は、現在の岐阜県かかみが原市に存在した野球場。かかみが原球場という場合もある。かかみが原鉄道が設置した。初代と二代目が存在した。ここでは、初代、二代目の両方とも記述する。かかみが原鉄道が1927年11月3日に開場した野球場。 岐阜県で最初の公式野球場と言われている。規模などは不明であるが、簡単なバックネットと若干の設備という簡素な野球場であった。所在地は稲葉郡、宇沼村、小笠駅の東、約100メートル付近という。後に隣接して、各務原競馬場が設置されている。主に岐阜県の中東学校野球、同志社大学などの大学野球チームにより試合が、 行われたという。1933年、各務ヶ原運動場の開設により閉鎖される。1952年頃の各務ヶ原運動場付近。中央が各務ヶ原運動場。岐阜県は岐阜中学校や岐阜市立商業学校によって野球の人気が高まってきた。従来の各務ヶ原球場では手狭となってきたため、1933年6月、 稲葉郡中村に新設した野球場。土地は中村から無償対応された一連帯前駅付近の損有地である。各務原運動場という名の通り、野球場というよりも総合運動場で、グラウンドはトラックその他の陸上競技ができる設備を持っていた。岐阜県下の中東学校野球大会、神宮競技大会東海予選。 東海陸上競技選手権大会などが開催されたという。野球場としては、左翼121メートル、中堅112.8メートル、左翼82.3メートルという、いびつな形であったという。外野スタンドはなく、内野席のみで、収容人数は6000人程度という。プロ野球の公式戦は1948年に以下の2試合が行われた。現在は、 住宅地になっている。痕跡はほとんどないが一部の道路が、かかみが原運動場の外角にあたるという、1960年にかかみが原飛行場駅に改称。2005年にかかみが原市役所前駅に改称。ありがとうございます。